敬老の日を前に長寿と健康を願う敬寿会が14日、正木町西小泉の認定こども園エンゼル幼稚園であり、園児およそ260人と隣接する高齢者福祉施設の利用者およそ80人が歌や手遊びで交流しました。敬寿会は福祉施設を運営する社会福祉法人エンゼルが毎年実施しています。会が始まると鼓笛隊のリズムに合わせ園児が入場し、可愛らしいダンスを披露しました。園児から似顔絵を描いた手作りメダルのプレゼントもあり、受け取った高齢者は嬉しそうに園児と手を握り合っていました。ありがとう。幸せなら手を叩こうや365歩のマーチの曲に合わせて一緒に踊って交流を深め、楽しいひとときを過ごしていました。心を込めて作りました。太鼓が上手に叩けてよかったです。孫みたいで、ひい孫みたいでね、涙が出ました。大変嬉しいと思います。思い出になると思います。